サプライズファイルーズアイ理論。あるシーンで突然ファイルーズアイキャラが出てきて全員と戦い始める方が面白くなるようであれば十分に良いシーンとは言えない。ということで悪役レイジオレベル99について1話レビューをしました。この作品漫画版がかなり面白いんですよね。で制作会社は、まあ、あのポーション頼みをあれでもだいぶ毒抜きしようと頑張ってた呪文堂なんですが、個人的なあそこの印象ってデフォルメ多めだけどちゃんとそれが作画安定につながってるっていう、まあ、低コスト良品質の印象で、まあ、その辺がかなりこの悪役令嬢レベル99にも出てたと思います。まあ、ところどころ動かさないようにしてるけど、まあ、最低限の品質は出してる、まあ、良い作画なところだなと思いました。あらすじとしては、まあ、割といつもの多数スライム倒して300年なんですが、まあ、スポイルは一応避けます。うん。A パートに関しては正直、原作と漫画知っててもゲラゲラ笑いました。あ、こういう風に攻めてくるか、うん。なんかいつもの割とありそうなタイプの作品だから、こういうずらしは面白いなというのが正直な感想ですね。A パートはかなり笑いました。で、B パートから、まあ、本来のこの作品の主人公であるユミエラが裏ボスに転生してしまったプレイヤーだったってことがわかるので、まあ、結局なんとかみんなと関わらないで生きていくためにレベリングしまくるんですけど、ユミエラのジトベがめっちゃ可愛いんですよ、うん、この辺は漫画版でもよく出てたけどアニメでもちゃんと再現されてたと思います。個人的には悪役令嬢版マッシュルだなという印象なんですが、まあ、皆さんはどうでしょうか。うん。いや、今期ナローアニメかなり大豊作という印象で、ナローアニメを楽しめるかどうかで、だいぶ豊作か不作か変わってくるんじゃないかというレベルで、ナローまみれですからね。うん。あと、個人的には、ルプナナと悪役レイジオレベル99が一緒とクールっていうのも面白いかなと思います。まあ、現地逆光者のリーシェと、まあ、いつものハメフラ系のユミエラって感じなんですけど、なんとか盛り上げてってほしいですね。